はい、1607回始めます。9月21日の今もう午前2時近くですね。はい、共同通信からですね、少女と性交した罪で実刑っていうことで、まあ、少女と性交しちゃったら実刑でいいと思うな。勤務していた児童養護施設で、児童養護施設でだから、2016年17年、少女2人と性交したとして児童福祉法違反強姦の罪に問われた元施設法務長、いや施設法務長が強姦だから、ね、少女2人に、町田翔太被告37歳に横浜地裁川崎支部20日、少女1人への児童福祉法違反罪の成立を認めて懲役3年6ヶ月の判決を言い渡したと、実刑だと、別の少女1人への強姦罪は被告が事実でないと疑いがあるとして、被告が事実でない疑いがあるとして無罪、としたと。あの2人の少女の件なんだけど、1人の件については無罪と、いうことで、求刑は懲役12年だったと。弁護側は捜査機関の誘導で2人が虚偽の、被害を申告、したと主張したが、端畑克行裁判長は1人について、捜査段階から後半まで被害に、後半まで被害にあったことや、時期の証言が一貫しており信用できると認定、被告は被害者の、信頼につけ込んだと非難したということでね、児童養護施設だから、児童養護施設の施設長をやっている身でありながら少女2人に強姦とね、児童福祉法違反ということで成功しているわけだから、まあ、1人については無罪ということでね、ちょっと無罪の可能性があるということであれですけど、まあ、1件だけかな、この2人のうち1件だけ、認めたということなんですけど、まあ、3年6ヶ月実刑ね、とんでもないよね。児童養護施設で施設長やってるっていう立場で少女と、そういうことなんだから、まあ今多いね、本当にね、その児童養護施設にせよね、心障者、身体障害者、精神障害者、知的障害者の施設にせよ、こういうの多い、相手の弱みにつけ込んでるっていうんじゃないけど、自分のね、立場の優位性を背景にね、こうやって、しかも相手子供少女ですよ、少女相手にっていう、この鬼畜と言ってもいいような所業ですよ、これ、3年半では足りないぐらいですよね、これね、本当に。もう、そして二度とね、こういうところで働いてほしくないね、こんな男には、と思います。いいと思います、実刑で。はい。それだけです。ということで、それだけかな。あと言うことないかな。はい。とんでもない。ということで、終わりにしたいと思います。チャンネル登録、高評価、一つよろしくお願いします。失礼します。